皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。聖霊降臨を記念するペンテコステの日曜日です。主が共にいてくださるために私たちに送ってくださった御霊と共に今日も歩めますように。今日は6月8日、聖書箇所はサムエル記第2、19章1節から8節。タイトルは悲しみから立ち上がって再び使命を行ってくださいです。では御言葉に耳を傾けてまいりましょう。サムエル記第2、19章1節から8節。そうこうするうちにヨアブに、今王は泣いてアブシャロムのために喪に服しておられるという報告がされた。それでこの日の勝利はすべての民の嘆きとなった。この日民が王がその子のために悲しんでいるということを聞いたからである。民はその日まるで戦場から逃げて恥じている民がこっそり帰るように町にこっそり帰ってきた。王は顔を覆い大声で、我が子アブシャロム、アブシャロムよ、我が子よ、我が子よと叫んでいた。ヨアブは王の家に行き王に言った。あなたは今日あなたの命とあなたの息子娘たちの命、それにあなたの妻やそばめたちの命を救ったあなたの家来たち全部に今日恥をかかせました。あなたはあなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるからです。あなたは今日隊長たちも家来たちもあなたにとっては取るに足りないことを明らかにされました。今私は知りました。もしアブシャロムが生き、我々が皆今日死んだのなら、あなたの目にかなったのでしょう。それで今立って外に行き、あなたの家来たちに年頃に語ってください。私は主によって誓います。あなたが外においでにならなければ、今夜誰一人あなたのそばにとどまらないでしょう。そうなればその災いはあなたの幼い頃から今に至るまでにあなたに降りかかったどんな災いよりもひどいでしょう。それで王は立って門のところに座った。人々がすべての民に、見よ、王は門のところに座っておられると知らせたので、すべての民は王の前にやってきた。一方イスラエル人はおのおの自分たちの天幕に逃げ帰っていた。あなたが A さんと B さんとの間で和解の務めを担ったとしましょう。はじめに A さんの話を聞いていました。そして証人になってほしいとお願いされます。さすがにまだ B さんの話も聞いていないしお断りをします。するとどうでしょう。 A さんは断られたことであなたが B さんの側についていると誤解するでしょう。 B さんの話も聞きました。どちらの話も理解できます。しかしあなたは A さんにも B さんにもつかないで中立な立場で相談に乗る必要があります。すると B さんからも誤解を受けます。あなたは A さんについていると。どうでしょうか。一方を立てれば他方が倒れます。もう一方を立てればまた他方が倒れます。中立であることはどちらからも信頼を失うことになるのです。
和解の務めというのは難しいですね。単純なものではありません。このようなことに苦悩しながらも、リーダーというのは使命を果たすことに前進していかなければならないの立場に置かれています。今日はアブシャロムの死の知らせを聞いたダビデ王が取った行動が、ダビデ軍とイスラエル全体とにどのような影響をもたらしたかを見ていきましょう。反抗的ではありましたが、息子であったアブシャロムが戦場で死んだことは、父ダビデにとって大きな悲しみとなりました。反抗した息子と戦わなければならなかったわけですから、その心中は複雑だったと思います。我が子を失う父親の気持ちを誰もが察することができたでしょうし、今の私たちでも分かることでしょう。ですから、王の心を察したダビデ軍の兵士たちはこっそりと帰ってきたのです。勝利を喜び、町中歓声が沸き起こり、その歓声に迎えられて帰ってくる優勝パレードのようなものを想像していた兵士たちはがっかりしたことでしょう。まるで負け戦でもあったかのようです。ダビデの敵が我が子アブシャロムでなかったら、どんなにか喜んで兵士たちを迎えることができたでしょうか。ふと私たちの父なる神はどうなさったのだろうかと思うのです。父は御子を世に遣わし、私たちの身代わりに十字架につけられたのでした。我が子を失っても、父なる神は私たちが救われ御国へと帰ってくることを喜ばれて、御使いたちの喜びの歓声が天国で沸き起こるとまで言われたのです。だとすれば、王であり父である神はどのようなお気持ちだったのでしょうか。神の民の王であるダビデは、我が子を失った悲しみが前面に出ていました。しかし天の父はその気持ちを打ち殺しても、神の子供たちが罪に勝利して帰ってくることを喜ばれたのです。なんというお方でしょう。もちろん人間ダビデにそれを求めようとは思いませんし、私たちも自分がダビデの立場であればきっとそんなことはできなかったでしょう。ただ私たちは父なる神が御子を惜しまずに与えてくださった、そのお気持ちがどのようなものであったかを少しでもダビデから察することができるのではないでしょうか。そしてその悲しみを超えて、私たちが御国に帰ってくることを父は喜んでくださったのです。さて、そんなダビデが取った行動が王の民兵士たちをこっそりと帰ってこさせてしまうという事態に発展しました。勝利の凱旋のはずが敗北者のような凱旋でした。この事態を重く受け止めた将軍ヨアブが、ダビデの王としての使命と役割に王を引き戻してくれることになりました。ヨアブは王の命令を守るために命を懸けて戦っている兵士たちのことに気づかせます。それはとても厳しい言葉です。息子アブシャロムと兵士たちとの命とどちらが大切なのですか。そう天秤にかけられては、息子を失った者としては本当につらい選択であったと思います。しかしこれは一国の王の選択、王の行動なのです。ヨアブはそのことに気づかせてくれたのです。そしてダビデ王は立ち上がり、再び自分の使命に目を覚ますのです。本当につらい選択であったと思います。もし嘆き悲しんだままであったらどうでしょうか。兵士たちも
民も皆取るに足らないものだと受け止めて、王から離れたに違いありません。父なる神も御子を十字架から下ろして助け、私たちに永遠の滅びの刑罰を受けさせることを選び取られたならば、私たちは神を信じることなどなかったことでしょう。王とはこのような重大な選択にいつも向き合っていなければならないのです。あなたも社会的な立場で大きな責任を負っておられるかもしれません。あるいは教会でも負っておられるでしょうか。牧師先生方もそうでしょう。最後に少しだけ覚えておいていただきたいのです。牧師もまた神の民である我が子を失っても、その苦悩と悲しみとを殺して使命を果たすために立ち続けなければならない、前進し続けなければならないのです。あなたの追っている神の使命は何でしょうか。その使命を果たそうとするときに乗り越えなければならない悲しみや苦悩があるでしょうか。御父は御子を捨てても私たちを救ってくださいました。その父なる神の使命をあなたも果たそうではありませんか。ダビデはヨアブの厳しいけれども真理をついた言葉に目を覚ましました。子供を失った悲しみがなくなったのではありません。そんな簡単なことではありませんから。しかし悲しみを負ったままでも神の使命を、王としての使命を果たすことはできるのです。私たちはともすれば、この悲しみを取り除いてください、この障害を取り除いてください、そうすれば私は使命を果たすことができますと言ってはいないでしょうか。お祈りしましょう。父なる神様、あなたは御子を十字架につけて失ってもなお私たちの命を選んでくださいました。御子を失う悲しみを乗り越えて、それを負ったままでもそうしてくださったのです。私の苦悩を取り除いてください、悲しみを取り除いてください、そうすればあなたに従います、そんな祈りをしていたことをお許しください。どうか苦悩の中でも悲しみの中でもあなたの使命に立ち上がる力を、御霊の力を、このペンテコステの日に私に与えてくださいますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。